どうもアヌビスです。今回ご紹介するのはファーバーカステルのシャーペンになります。動画の流れはこちらです。まずは過去モデルと比較しながら商品の基本情報とファーストインプレッション、次に実際に使用してみて気になった点、そしてシャーペン紹介恒例のグラフギア1000との比較対決、最後にまとめとなっております。サムネを見ていただけると分かる通り、今回のペンはファーバーカステル TK ファインバリオ L 待望の新色追加ということで、新たなカラーを1本入手いたしましたので、過去モデルと比較しながら商品の基本情報の項目でじっくりと見ていきます。本題に入る前に、ヒーロー TV では新商品から定番や廃盤のペン、万年筆や木軸、ペンケースなんかもメーカーに忖度がない徹底レビューをしていますので、文房具に興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは早速商品の方を見ていきます。このチャンネルでは通常のバリオ L はご紹介してなかったのですが、まず通常モデルがこちらです。ファーバーカステルはファーバーカステル城を本拠にドイツの伯爵家が経営する現存する世界最古の老舗筆記具メーカーですが、ファーバーカステルといえば個人的にはペンよりも画材のイメージが強いんですよね。通常モデルもとてもかっこいいおしゃれなシャーペンなんですが、もしかしたらそろそろ廃盤になるんじゃないかと心配していました。でも逆に新色追加という情報には驚きました。しかも価格は安くなってるんですよね。そしてこちらが今回ご紹介するものです。商品はこのようなパッケージに入って届きました。もう見えていますね。早速開封していきます。こちらがファーバーカステル TK ファインバリオ L になります。価格は税込み2200円。いや、新色もおしゃれですよね。気になるカラーバリはこちら、シャンパンゴールド、グラファイト、インディゴ、メルローレッドの4色展開。僕はシャンパンゴールドを選びました。グラファイトとどちらにするか悩みましたが、今回はシャンパンゴールドにしました。ゴールドというか、実際はシルバーに近いような印象ですね。購入を検討されている方は、こちらは限定色ではありませんので、ゆっくり悩んでから購入できます。ちなみに新色の芯形は 0.5 ミリのみです。軸は樹脂製、印字の変更も特にありません。商品名、芯形、メーカー名が鉛筆のように白押しされています。こちらのバリオ L はユーザーの筆圧に合わせてクッション機構の強弱を調整することができるようになっています。軸を回転させてソフトにすると弱い筆圧でも芯が引っ込んで、ハードにすると筆圧を強くかけても芯が引っ込みません。僕はいつも一番ハードにしています。ただクッション機構のオンオフだけではなく中間も選べるのはすごいですよね。金属製のグリップは長く、横溝の彫刻が入っています。さらにその先にはコード表示窓があり、回転させることで表示の変更が可能です。で、ここですよ。このコード表示の色がかっこよくなっていて、樹脂部が黒くなっているプラスブラックの背景にゴールドの印字、これだけで一気に高級感が増してるんですよね。ちょっとした変化ですが、ここはかなりポイント高いです。グリップはこんな感じ、硬すぎずしっかり挟めます。ノック部には消しゴムがむき出しでついていて、回転させることで伸びる仕組みになっています。この回転式の消しゴム結構好きなんですよね。ここの樹脂部分のカラーもブラックに変更されていますね。ここもまた印象が変わります。重心は低重心、ファーバーカステル TK ファインバリオ L は全長154ミリ、重さ 16g、
軸径が10ミリとなっております。それでは実際に書いてみたいと思います。とても書き心地がいいですね。あとグリップの金属だったり全体的な長さを見てみると結構重い印象を受けますが、実際は軽いんですよね。最近あまり使ってなかったですが、こんなに良かったんだな。それではファーバーカステル TK ファインバリオエールの良かった点からまとめます。おしゃれでかっこいい、書き心地がいい、重心バランスがいい、書き心地を調整できる、ロマンが溢れている。次に実際に使用してみて気になった点ですが、このペンは 154mm と非常に長いです。そのため軽いですが長時間筆記するのには向いていません。あとこれだけ長いとペンケースに入らないことはよくあります。持ち運びにも不便。それから個人的にノックキャップはつけてほしいです。回転繰り出し式の消しゴムの構造上キャップをつけるのが難しいのかもしれませんが、ノックをする際消しゴムを直で触るのは僕はあまり好きではないんです。その他グリップが滑りやすい、ローレット加工とは違うので割と滑ります。でも先端が広がっていることからここで止まるようにはなっています。気になったのはこの辺りです。それではシャーペン紹介恒例の僕のお気に入りのシャーペングラフギア1000との比較対決のコーナーです。今回の勝者はグラフギア1000。決め手はグラフギア1000の書き心地の良さとペン先を収納できる実用的なギミックという部分で差が開いたかな。見た目のおしゃれさとロマンを感じるのはやはりバリオエルですけどね。どちらも好きだし素晴らしいペンたちです。今回はファーバーカステル TK5 バリオエルの新色シャンパンゴールドのご紹介でしたが、いかがでしたでしょうか。一目で普通のシャーペンとは違うことがわかるとてもおしゃれなシャーペンです。新色が追加されてさらにかっこよくなりましたね。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回は以上となります。この動画が気に入っていただけましたらグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。